はい、まずスタートです、えー。ここは6番ですね。伊藤相馬選手が前を取りました。伊藤相馬選手が取ったということは、えー、地元の川選手が、えー、今日はマークですのでね、えー、ここは6番、2番が先頭ですね。えー、そしてその後ろ、えー、1番の浅井光太選手がいますので、えー、9番の東口選手がこれから上昇してきます。1番、9番です。ここは、えー、中部近畿のラインですね。 そ,してその後ろ、3番手のラインなんですけども3番目のラインなんですけども8番の山崎選手連日マーク戦ですけども今日は前で戦いますその後ろ、佐々木選手ですね8番、4番福島勢ですね。 そして、その後ろは3者のラインですね、渡辺優太選手に諸橋選手、神山選手、ライン3者の東のラインです、このような4分線で行われています。 まずこのレースなんですけども、やはりこの中で先行するのは、6番の伊藤颯馬選手、もしくは渡辺優太選手ですね、主導権を取る姿がよく見られますよね、ですけども、ここ、山崎選手もね、やはり連日、マーク戦で足が溜まっているせいか、やはり1回動きましたよね、その辺見せ場を作って非常に良かったのではないかなと思うんですけども。 えまずここは前を取った伊藤選手、えー、先行含みのレースです、えー、横の裁きもできますので非常に安定感のある、えー、先方の幅の広い選手ですよね、えー、そしてその後ろにつける小川選手、えー、やはり地元ですのでねまあ、ここは何が何でもえ準決勝に乗ってという気持ちがえあると思います浅井選手が3番手ついてますのでまあ、やはり展開が回ってきて、えー、伊藤相馬 選手の1回前を切ればここは3番手がありますので、ね、ここは浅井選手からすると絶好の位置かもしれません残り2周のカバンですね後方から渡辺裕太選手が抑えてきましたそれに反応して伊藤相馬選手も、ね、突っ張るジェスチャーをしながら一度下げましたよねそして浅井選手もその後ろについてますので、ね、山崎選手が最後方になってしまうと やはりチャンスがなくなりますから一回、インを切ったところで6番の伊藤颯馬選手が叩きに行ったというところですねそして浅井選手もその3番手ついていくんですけども前で山崎選手もスピードのあったところがちょうど3番手でしたねですのでやっぱり外並走で3番手山崎選手と浅井選手が取り合っています。後方から3番の 渡辺裕太選手がまくってきたので、もうやはり、えー、ここは、ね、何が何でもという気持ちで、えー、込めて走ったと思います、小川祐介選手が番手から出ていきましたね、浅井選手がそれをかわして1着、そして、えー、番手から出ていった小川選手が2着、東口選手も3着に入選しました、1番、2番、9番という形でゴール決着いたしました。